まだこの4年間でやり足りないというか、これはまだ国会に戻ってやんなきゃいけないんだってことがいくつかあったら教えてもらいたいんですけど、まず今回で解散したので、私らが出した法案って全部廃案になったんですよ。だから同性婚の法案も廃案になったし、 LGBT 差別解消法も廃案になったし、やっぱりもう一回ちゃんと出して今度は成立に向けて動かなきませんので、まだまだ私は帰ってやらなあかんこと、やりたいことがいっぱいあるっていう状態です。今もちょうど大阪に着いてからタクシーに乗ってきたら、そこの運転手のおじさんが、あのネトウヨだったんですけど、はいはい、一番最悪なのはあの LGBT なんとか法案やって言ってたけど、そうですか。そういうところで戦ってる、はい、その感触としてどうですか、はい、地元の。いや、なんかね、あのやっぱり私小選挙区でやってるので、そんなにメインはやっぱそこじゃないかなっていう感じですよね。なんか皆さんやっぱり暮らしの不安とか、やっぱり今コロナで学校とかも大変になったりとか、なんかそういうやっぱりこう今生活してる中で、じゃあもう一回給付金とかね、ないのかとかね、なんかそういう話がちょっとメインで、実はあんまりその LGBT とかってあんまりなくって、ただこの前なんかあの駅で立ってたら、なんか小学生がメッセージカードくれて、そのなんかこうで、なんかこう LGBTQ の差別解消と環境問題にしっかり取り組んでくださいみたいな応援メッセージ来て、すごい胸やつ。もう今日一日、ああもう私これで頑張れるみたいな、そういうのあるとすごい嬉しいですね。あ、とはいえ、はい、すごく複雑なとこじゃないですか、小選挙区で生活のことっていうと、どこでも小選挙区ってそうだと思うんですけど、普通のとこだと自民党がやってきた政治に、その立憲はこういうことやってきて、野党はこういうことやってきたよってことですね、はい、そこに加えて維新になって、はいはいはい、そこの中でこのコロナ対策みたいなのが、逆にあの国会的に言うとなんかおかしかったんじゃないかって思われてるけど、地元では結構受け入れられてるみたいな。どうなんでしょうね、次から次に新しいことをやっているから、まあ、みんななんかこう検証する暇なくっていう感じに見えてますよね。まあでも、まあ、イソジンとか大阪ワクチンとか甘かっぱとかありましたし、まあ、それはいろいろあったんですが、やっぱりでも私やっぱり皆さんにしっかりしといていただきたいのは、この大阪がコロナの人口あたりのやっぱり死亡者数っていうのが一番多かったっていうことで、大阪の第4波が4、5、6で1500人亡くなってるんです。で今はあの1年半で3000人の方、約3000人亡くなってる、その半分がこの3ヶ月に集中してるんですよ。でここってやっぱり医療崩壊が起こった時なんですね。でなんで医療崩壊が起こったんかって言ったら、やっぱりまず去年の今頃住民投票やってたし、まあ、市民病院潰しはったし、 PCR 検査する公衆衛生研究所はね、大阪府と大阪市2つあるのは二重行政や1個の独立行政法人にしてしまえみたいなことをやったりして、まあ、結局やっぱりいざという時の備えが全然ない状態を作ってしまった。まあ、あとは自民党菅派なので、結局菅さんがあのちょうど第4波の入り口の時にあのアメリカに行って日米首脳会談やると、でバイデンさんにとっては初めての外国人首脳が菅さんやって、これは全世界に報道されることで菅さんにとってはものすごい晴れ舞台。でもその時にやっぱり自分の国で緊急事態宣言出てるって、それも世界中に発信されるから、やっぱり出したくなかったんですよね。でまん延防止等重点措置で様子見るということになって、で自民党菅派の吉村さんもそれ忖度して、結局ブレーキ踏むのが遅くなって、それでだから C56 は医療崩壊、1500人人が亡くなった、これは事実なので、やっぱここはね、政治家がやっぱりブレーキ踏むときに踏まへんかったから、こんなことになったんやと思ってます。だからこのことは今もしっかりと訴えてて、やっぱりなんていうかな、何でもかんでもね、黒字にならへんものは、あの切り捨ててしまえばいいんだという政治を大阪はずっとやってきたんですよ。でも本来行政って黒字になるかならへんかもないので、まあね、医療だってね、産婦人科とか小児科は黒字になりませんけど、でもこれなくなってもうたら、いざという時誰もね見てくれる人がいないって。だから公共サービスってある、感染症もそれと一緒なので。でも維新の皆さんはやっぱそういう意味では必要なものでも、そんな儲からへんもんはどん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 削ってきた、やっぱりそのツケが
こういうふうに大阪の皆さんの命と健康をうまく守れなかったっていうことにつながっていると思う。でこれは、まあ、自民さんも一緒やと思っていて、まあ、公立公的病院をね、あの名前挙げてまで病床削減せと、で削減したらね消費税であの基金渡すよみたいな、やっぱりそういう意味で自民さんと維新さんやってる方向は一緒で、だから皆さんのやっぱり命と健康を守るっていうことよりも、うん、なんか採算が取れへんものは全部切ればええんやみたいなことをやってきた、うん、なんかそういう命と健康をないがしろにしてきたっていう準備は対決構図ははっきりするなと思います。おつじさんの、はい、所属した厚労委員会だと、はい、維新の議員の方が、はい、どっちかっていうと大阪の真似をしてみたいなことをよくおっしゃってたじゃないですか。まあまあ一部そんなこと言うてはる時もありましたね、うん、はい、でそういうのを見てても、はい、やっぱり国会に、はい、と国会のてか国の中で訴えてることと、うん、大阪の地元で起こってることが、うん、こうずれてるみたいなところは、うん、宇治さんずっと、うん、あの伝え続けてきたじゃないですか。そうですね、その辺のことが、うん、これからも必要だと僕らは思ってるんですけど、うん、宇治さん的にはそうなんですよね。だから次々に新しいことは、うん、ぶち上げてはいるけれども、うん、いつもやっぱり大阪の政治というのはトップダウンで、うん、全然現場の話を聞かんと言い始めるんですね。だからニュースになって初めて現場も知るっていうことが多くあって、まあ、結局言ったけどできてないこともたくさんあるんです。でも皆さんやっぱり知事が言ったらそれは現実になってると思うじゃないです か、うんうん、かそのギャップがやっぱりすごいんです。私らから見てるとなんかね、だって一番最初にホテル療養やるって言ったやつがあって、うん、結局、あれは東京と多分神戸とかの方が早く立ち上がってたりとか、なんかとにかくやると言ってからやっぱり事務方が動き始めて、 できるかどうか聞いてないから蓋を開けたら実はできてないとか、なんかそんなもののオンパレード、あの重症センターって30床あるんですけど、あれだって結局側は作ったけど中に入る人おらへんって言って、まあ、医療崩壊の時もそうやったんですよね。だから運用病床が全然足りてないとか、なんか言うてることと中身が全然違うっていうギャップは分かる人には分かるけれども、まあ、多くの人はねやっぱり知事の発言を本当やと思ってしまうんで、なかなかそのギャップが見えないっていうのはあります、うん。